呪術回戦ファントムパレード 2D と 3D を融合させたバトルシーン表現事例呪術回戦らしいドラマチックなバトル体験を実現するためにこちらを発表させていただきますよろしくお願いします,ししま,すまずは我々の自己紹介をさせていただきます私がサムザップのアニメーション統括和田雄介と申します 今回紹介するタイトルではアニメーションのチームのディレクションチームマネジメントを担当いたしましたサムザッアートディレクター辻本健太郎と申しますアート周りを中心にクリエイティブ全体的なディレクションを担当いたしました和田さんとはいくつかのプロジェクトをまたがって長年一緒に合わせていただいております今回は呪術回戦ファントムパレードのバトルの制作事例について紹介させていただきます 呪術怪戦ファントムパレードとは人気アニメ「呪術廻戦」の第1期の物語を体験できるゲームとなっております。またアニメ本編を既にご覧になっている方にお楽しみいただけるよう本タイトルでしか見れないオリジナルストーリーも楽しめます。ゲームシステムとしてはコマンドバトル RPG を採用しております。これからご説明する内容の基本的な考え方に加わる部分となりますのでまずはファンパレ。 開発チーム内で定めた全体の開発シーをご紹介いたしますはい1スマホゲーム史上最高峰の 2D グラフィックでキャラクターの魅力を表現2奥深さを感じるゲームシステムをストレスなく楽しめる手触りで提供3ゲームならではの要素で今までにない技術改善を体験できる以上3点を開発シーンとし迷った際はこれらを照らし合わせながら開発を進めてまいりました 次にこれらを実現するため我々がバトルの制作を進めるにあたり定めていたディレクションのコンセプトを紹介いたします 2D グラフィックのバトルで最高峰の表現原作アニメファンに刺さるドラマチックな演出テンポの良さと演出の強弱によるメリハリのある飽きさせない手触り細部まで作り込まれたリッチなゲーム体験こちらの4点です それでは本日発表する内容のアジェンダの方をご紹介いたします。アジェンダの内容こちらになります。えっとゼロ一なぜバトルに 2D 表現を使用したのか。ゼロ二背景を 3D 表現したことによる表現の拡張性。ゼロ三コマンド選択画面で縮まるキャラとの距離感。ゼロ四ポストエフェクトによるアニメライクな絵作り。ゼロ五テンポの良いノンストレスなバトル演出。ゼロ六 必殺スキルカットインでのバトルの山場を演出となっております、はい、それではまず最初になぜバトルに 2D 表現を使用したのかについてお話しできればと思いますはい。まず一つ大きい理由として社内に蓄積した 2D グラフィック技術いわゆるスパインやライブツイーといった技術ですねこちらの知見があった点が挙げられます過去の開発タイトルにより 技術の試験が蓄積していたこととそこからの応用ができれば他のタイトルではまだ行っていないような技術としてこのタイトルの強みとしてあの発揮できるんじゃないかと思っております等身の高いキャラクターは 2D 表現においてキャラクターモーションの難易度が高くアニメーターの高いスキルが求められますこちらは弊社内で今までタイトルで培ってきたスキルが生きた場面でした等身の低いキャラクターと比べてどうしても破綻が上がってしまうのでそれを補うための先が数も多くなっております イラストチームとアニメチームの綿密な連携が必要のため、社内に技術があったことにより可能になった表現かと思っております。はい。またこれらの技術はバトルだけでなくクリエイティブ全体で活かされております。はい。えっ、ー、とバトルの表現としてキャラクターを 2D、3D どちらのグラフィックで表現するかという選択において、まあそれぞれさまざまなメリットデメリットはあると思いますが、大きなところでいうと、まあこちらに表記してあります通り、えっ、ー、と 3D に関してはえっ、ー、とモデルや モーションの取り回しが良いというところですねあとダイナミックなカメラアングルが可能という点がありますはい。2D はセルフックとの親和性の高さ崩しとか髪の毛とか小さい細かいニュアンスの表情の描画などモデルの正確性に取られない自由な描画が挙げられますまたそれらも例えばセルフックにかなり近い 3D 表現だったりだとか 2D を立体的に見せるようなメッシュアニメーションだったというものが結構技術的に発達しておりますので表現としてはもう近年は結構境界も薄まってきてるかなと思っております はい、そんな中で先ほど触れた社内の技術面での強みに加えてよりアニメを動かしているような体感に近づけられるという点やキャラのグラフィックを 2D に統一することで没入感がよりつまるんじゃないかという点において技術回線との相性が良いのではないかと思い 2D グラフィック表現に特化した舵を切ることになりましたはい、このようにキャラクターの素材をすべて一貫した描画で表現することによりスムーズに世界観に没入できることになっているかと思いますこちらは今回の発表内容に合わせてバトルの素材のみですけれども ADV などアウトゲームも含めて基本的にキャラクターの描画は統一されていますバトルシーンの背景は 3D を採用しています背景を 3D 表現にした理由とそのメリットに触れたいと思います 3D CG を使い画面に奥行きが生まれることで 2D では出せないリッチな印象が出ることを狙いました開発初期はキャラクターが 2D ということもあり背景も擬似 3D 的な書き割りの 2D の背景で表現していました しかしながらアニメの臨場感を表現するためには物足りなさを感じ 3D にて背景すべて作り直しましたテクスチャーをセルアニメ帳に書き込み最後まで作り込むことで口述するさまざまな演出が可能になりましたすべてのステージにおいてバトル開始時にドローンカメラで撮影したようなカットを挿入しています。 臨場感を演出し、プレイヤーを一気にバトルの世界に引き込むための仕掛けとなっています。また、フィールドはどういった場所なのか、ロケーションを補完するとともに、バトルフィールド外の空間を見せることによって、開かれた世界であるような印象を与えることを狙っています。こちらはロケーションに合った演出を一つ一つ考えて制作しています。3秒程度の短い尺であり、制作するには少なくないコストがかかっております。 一見コストパフォーマンス面で釣り合いが取れないように思うかもしれませんが、この演出があるとないとでは戦闘の印象が大きく変わると思っています。背景を 3D にした恩恵はバトルの中の随所にありました。キャラクターのスキルの発動時に多種多様なカメラワークをつけることが可能になりました。本タイトルではテレビアニメのような絵作りをしたいなと思っていました。アニメのドラマチックなバトルを再現するためには、 コマンドバトル前としたロングショットだけでは表現できないなと思ってたからですロングショットが悪いというわけではなく今回のタイトルではグッとキャラクターの心情に入り込むような演出が必要だと考えていましたこちらはボス登場時の演出ですカメラワークをつけられるがゆえに演出に迫力が出たと思います さまざまなカメラワークを入れられたことによりメリハリがつき、オートプレイを見ているだけでも楽しさを感じられる表現ができたと思っています。一番カメラワークが来ているのは必殺技演出です。こちらは詳細は後ほどにいたしますがキャラクターのアクションに合わせてさまざまなアングルの背景を表示できるためテレビアニメのような演出を実現することができました。どの背景でもその空間に実在するように演出できるため バトルウの没入感の向上につながっていますこのようにキャラクターと背景を別々のものを組み合わせて表示することができます次にコマンド選択画面で縮まるキャラとの距離感というところでバトル中チーム内ではコマンド選択画面と呼ばれているコマンドを実行する際の適当にかえられた画角の画面についてご紹介しますまずキャラクターたちが大変人気のあるコンテンツですのでキャラクターをしっかり大きく見せ 細かい表情や息遣いを見せたいという発想からキャラクターに近い価格の画面を用意することもありましたまたプレイヤーとしてコマンドの意思決定をする際にキャラクターに近い視点で操作するということによりよりバトルに没入しやすくなるというメリットもありますはい、こちらの動画のような形ですねこのようにキャラクターとの距離感が近いため、まあ、節頃の漢語をあえて発動後の表情差分のようなもの細かいものも表現可能ですし 髪の揺れや瞬き、息遣いなど細かい動きをさせることでよりキャラクターがそこにいるような存在感みたいなものを出ているかと思いますはい、パンダも変身したはしっかりコーディングをやったりと衣装や武器などの差分もしっかり作り込んでおりますまた、客観的な側面からの視点であるコマンド実行画面と切り替わることによりカットが変わるためバトルにメリハリが出ているかと思いますゲームとしてはバトル中に敵味方全体の情報を表示する画面が必要なのでうまく役割を切り分けられているかと思います はい、このように敵と対退しているようなから始まり全体を映すような確に移行してから攻撃などを行っております、はい、細かい部分のこだわりとしてキャラクターへのダメージが蓄積するとダメージを受けた病が揺れるような表現も行っておりますはい HP 減少状態異常なので、まあ、表現変わっており ボロボロになりなかったかをシーンの多い呪術回線とマッチしたドラマチックな表現になっているのではないかと思いますはい、次にアニメライクな絵作りの表現のためのポストエフェクトについて共有しますポストプロセッシングエフェクトとは今回のカンファレンスをご講庁いただいている皆様の多くはご存知だと思いますが平たく言うと画面全体にかけるエフェクトのことですアニメの雰囲気を表現することと 3D と 2D を一つの画面になじませることこの二点は重要な課題でした アニメの撮影処理のテイストは作品ごとに違います。バトルの絵作りを追求するにあたって、アニメ本編の撮影処理をチームで研究しました。重せのにじみ表現、自然なブルーム表現など、Unity のデフォルトでは不可能な表現も多々ありました。不足のものはクライアントエンジニアに相談し、新たに制作してもらいました。弊社アニメーションチームは、アフターエフェクトに精通したスタッフが多いのが特徴です。 After Effects でできることを数多く Unity で再現してもらいました。やりたいことを次々と形にしてくれたエンジニアチームには感謝の一言です。2D キャラと 3D 背景が馴染み、絵としての一体感を成立させるとともに、アニメの空気感に近づくことができたと思っています。ボスプロはステージごとにアニメの印象に近づくように調整しています。 スマートフォンゲームのため、小さい画面でプレイすることが前提となってますので、原作と全く同じというわけではないのですが、ゲームとしての視認のしやすさと、呪術回戦らしさを両立することを狙いました。動画で見ると一目瞭然ですが、グッドアニメのような雰囲気が出てきますよね。2D と 3D を組み合わせると、2D 部分のペラペラ感が気になることがあります。キャラクターが 2D だからこそ、存在の説得力が必要だと思ってます。 パンパレでは一般的に 2D ゲームに用いられる丸影ではなくキャラのシルエットの落ち影を表現しています背景の光源の方向に影の向きを合わせることでリアリティを向上させていますその他キャラクターに微妙なグラデーションを重ねるなど平面的にならないような工夫もしています細かい部分ではありますが落ち影の角などをしっかり積み重ねていくことで絵面に説得力が出てくると思います次に テンポの良いバトルを実現するための工夫を紹介します本タイトルは毎日遊んでいただくことを目指して制作しています繰り返し遊んでも苦にならないようバトルのテンポはスピード感を感じられるよう気を配りました戦闘中に繰り返し見るコストの低いスキルは前のキャラクターの終了を待たずに後続のキャラクターの行動が始まるように調整しています事術回戦はスタイリッシュでハイスピードなバトルが人気の作品ですので アニメのスピード感が表現できるようにギリギリまで調整していますただのパンチやキックもキャラクターが入れ替わり立ち替わり繰り出すことでハイスピードな印象になりますこれにより待たされるストレスを極力排除し繰り返しプレイしやすいバトルが実現できたと思っていますパンパレでは階層斬死を装備することでキャラクターを強化することができます思いの力がキャラクターを強化するというのが 関数階層斬死のコンセプトです階層斬死は戦闘中任意のスキルおよび必殺技にて効果を発動することができますゲームシステム上イラストで表現されているこれらの階層斬死の演出も他の行動演出の合間に馴染むようにして表現していますバトルのテンポを崩さないようにするとともにドラマチックさの向上につなげられたと思っています 必殺スキルカットインでのバトルの山場を演出というところでバトルの最大の見せ場である必殺技表現についてお話しさせていただきます。まず先ほど少し触れた部分でもあるのですがキャラクターは 2D 表現背景は 3D 表現で描画しているためキャラ部分はテレビアニメのようなセルルルックの描画を実現しつつ 2D ではやや難易度の高い自由な画角でのアクションが取れるのが表現の強みとなっております。動画の方でいいいいくつか作例を見ていただければと思いますはい こちらの動画を制作するために気をつけた部分としてはキャラクターのフェティッシュな部分をしっかりと切り取ることあとはアニメと同じ技なのですが新鮮な印象が感じられるように、えー、とレイアウト組を工夫していますこういった形で原作で見たことある印象なんですけどもまた違う角度から見ているようなそういったレイアウトのものが多いですね。 こちらは呪術回戦における必殺技の中でも最大の見どころの一つである領域展開の表現になりますこのようにテレビアニメの表現のように背景を浮分して領域を展開していく表現をリアルタイムで行っております空ごとに領域のビジュアルや性質も違うので使用面も含め一つ一つ,つワンオフで大事に制作しております C5 の領域展開漢号 1A で こちらは既存の背景を表示しながら上に重なってくるような表現となりますので背景モデルの調整も多くなかなか苦労した領域展開でございましたバトル中の表現は辻本さん率いるイラストチームと私のアニメーションチームが密に連携して制作しましたワークフローの一例として必殺技カットインアニメーションの工程を紹介させていただきますカットインアニメーションは大まかに分けて5つの工程があります 3秒という尺の中でキャラクターの魅力を凝縮することが必須となります時間間隔を含めた体感で演出の気持ちよさを確認できるよう絵コンテは起こさずに最初から V コンテで制作いたします次に作画を行うイラスト範囲指示書を作制作します最終的に After Effects にてアニメーションを実装するためキャラクターのパーツ分けなどもここで指定します 演出をアニメーター、作画をイラストレーターで分業することで一枚一枚のカットのクオリティを高く保つことができています双方のチームがデータ的な要件や表現のクオリティラインに共通認識を持てているからこそ実現できているフローだと思っていますイラスト周りの作画作業はアニメーターより受け取った作画指示書をもとにキャラのブログを行っておりますアクションによって作画枚数も大きく変化し パーツ分けなどの作業もそれぞれの指示に従って行いますまたアニメーション制作時に必要になってくる描画なども出てくる場合があるためアニメーターチームとのミスの連携が必要となっております仕上がった作画をアフターエフェクツにて実装しますどこでスクリーンショットを撮っても違和感のないように細かくパーツを制御してディティールまで破綻なくアニメーションさせます 呪術回線ならではの呪力などのエフェクトはアニメーターが作画で表現していきますテレビアニメの撮影処理にあたるエフェクトもこの工程で入れ映像を完成させます背景と合成する必要がある演出は最終的に Unity のタイムラインエディター上でカメラワークを実装しますその際背景のトーンを調整したり適切なブラウ効果を加えたりしてキャラクターと背景をなじませます 極端なカメラワークをさせていた場合、3D 背景が破綻してしまうことがあります。入念にチェックし、破綻が見つかった場合は適宜修正を加えていきます。必殺技の表現として、2人のキャラクターが同時に必殺技発動した際に見られることができる、連携必殺技という演出があります。キャラ同士の演出が多い、呪術回線らしい演出で、あらゆる組み合わせで成立するようにポーズや位置など工夫して制作しており、特定のキャラクターが連携することでユニークな掛け合いなどが発生することもあります。 アジェンダとしてはこちらで以上になりますので最後にまとめさせていただければと思います技術的な強みを生かすというところでさらに蓄積した技術を強みにしていくというところになっております 2D と 3D を組み合わせることにより双方の利点を得るプラスオンの技術を加え強みを最大化していくという部分になっております繰り返し見る演出はテンポよくストレスのない手触りというところはゲーム全体で意識しているところです 必殺スキル最大の場を作る見せ場はしっかり盛り上げるという演出にしてメリハリになる体験を意識しました原作再現を全力でやるということで特にこの最後の部分はコストをかけても全力でやりきるというところが非常に大事かなと思っております以上になりますご清聴<造>ありがとうございました